はい、行きましょう。さあ、はい、よし。いやー、ここクリアしたいね。いけないことはないはずなんだ。この先にどんだけ難しいのを待っとんかによるよね。一応ね、自分の中で目安はつけているのはいるんだけど、あ、来た。は？は？マジかよ。ちょっとジャンプせんといけんのか？あ、ちょっと一回見逃そう。やっぱペースをね、ペースを満たすとダメだね。毎回同じようにやらんといけん。1回目で行くって決めたらもう毎回1回目で行かんと。でここの目安も1段目より気持ち上。あー、これね、今の失敗はね、2回目の三角跳びがちょっとずり落ちすぎた。うん、よっしゃ、危ない。このさ、会ったこともないような普通の素人の人が作ったコースをさ、こんなに熱中してやるっていう時代ですね。はいはい、ちょっと飛んだ方がいいんだな。どうやっていくんこれ。ちょっと飛べんよね。勢いつけていくしかないってことよね。られねえぜ。あー、ギリギリ。もうちょっと勢いつけていく。あー、いや、勢いありすぎてもダメなんだ。あのね、左から2番目のとこが1個トゲがないじゃん。あっこにうまいこと降りんと、もう、あ、やばいやばい。あっこにもう落ちた時点でアウトなんよな。ちょっと気をつけんといけんね。あー、マジか。ちょっと低かったと思ったんよ。危ない。いけんいけん。集中力がやっぱあれなんだよな。ずっとやりおると集中力が。あ、ちょっと待って、え、でもおかしかった。上から、今までさ、バーナー下からが当たり前だったのに、今一発目で上から来たで。おかしなことも起きる。あー、いけん。ちょっと、また持ち越すわ。ここはね、なんかクリアしたいね。いけそうでいけんっていうのが、なかなか、終わります。ありがとうございます。